三重県に大雨警報、洪水警報が発表されました。三重県鳥羽市、志摩市に大雨警報、洪水警報が発表されました。では現在の雨雲の状況を見ていきましょう。こちら三重県南部に活発な雨雲のかかっているところがあり、皆様からはザーザー豪レベルの雨のご報告をいただいております。現在このような雨雲の下では落雷も発生しています。それではここからはこちら線状降水帯マップです。活発な雨雲が予想かかっているところですね。ウェザーニュースによる解析では線状降水帯というピンク色のエリアも見受けられます。この後三重県南部では今日の昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。大雨洪水警報について見ていきました。詳しい雨雲の動きはこちらお天気アプリウェザーニュースからも見ることができます。雨雲の動きを最大30時間先まで進めてみることができますので、こちらもぜひご活用ください。